どうもこんばんは、ボスビッグです。やってまいりました、一発撮りブラックアウトソロというわけで、今日からですね12月の13まで毎日ソロでブラックアウトドンガツ目指してやっていきたいと思います。でね、詳細の方はツイッターでも上げてますが、概要欄の方にも、詳細載せときますので、ぜひぜひご覧ください。ではドンガツ目指してやっていきたいと思います。あ、概要欄にツイッターの方もね、リンク貼っときますんで、よかったらフォローお待ちしております。ではまず第1回目一発撮りやっていきましょう。豚に小判、いや猫に小判、どうもボスビッグです。というわけで今回はね、ブラックアウトを普通にドンガチ目指してやっていきたいと思います。でね、毎日これ上げていこうと思いますんで、もう一発撮り、速攻死んだらそれで終わりっていう、そういう動画です。これ毎日ね配信する予定ですので、今日からぜひぜひ皆さん毎日楽しみに待っていてください。それ以外の動画は普通に、定期的に上げていきたいと思いますんで、皆さんご視聴、チャンネル登録よろしくお願いします。ではやっていこう。初回からケーヌをゲッチュ。ん？落としない？ここで死んでも終わりだからね、俺。いや、マジ緊張するわ。え、怖っ。マジ大丈夫これ。なんか近くで足音するよな。射撃場なんだっけ、あっちか。お、バックパックゲッチュ、イエーイ、包帯ゲッチュ、めっちゃ撃ってるやん、怖いわ。ってことは隣もいなそうだな。まもなく崩壊が起きるだろう。指定されたセーフゾーンへの移動を推奨する。まず家の前にこの小屋を漁ろう。はい、 SMG ゲッチュ。いやマジね、死んだら終わりなんで、本当ああいう激戦区行ってもいいんですけどね、もしかして本当すぐ死んじゃうからさ。ランパートかー、いらないっすね。お、外傷用レザーサイト、こんなもんかな。乗り物が欲しいな。いや、ここか。きついな。こういう場合はもう一個漁りたい。灯台でゾンビだね。サイト欲しいね。スコープが。ん？めっちゃ撃ってるけど大丈夫？やれてんな。ここは来てないな。包帯。グリップか。ケーヌイングリップつけといて、コンカッション取って、屋上見ましょう。弾。うん。外傷用があるね。ラグ。一応もらっといて、効果チップいらないけど包帯だけもらっとくと。まだ見てないとこ1箇所。サークルの崩壊が始まる。セーフゾーンに向かえ。なんで閉めた？ないね。金武器来い。弾。スモーク、メッシュマイン。高級住宅の方か。これは後から攻めれば攻めるほど弱そうだな。あそこヘリあんの？あれ。ヘリだな。ヘリ欲しくない？奪っちゃいますか。いやでもこれで死んだら終わりだからな。クソ参っちゃうな、それは。マジ危ねえ。
この音につられて誰か来んじゃね。大丈夫か。いや、外傷用つけといてよかったわ、マジで。ホロサイトだけつけとこう。ファストマガジンの方がいいな。弾。パクれんな、マジで、ワンちゃん。ちょっと待って。角間側いいや。外傷用あるよね、めっちゃ。よし。ちょっと撃っとこう。んでもって。よし、オッケー。他は、めぼしいものはないね。パクロ。通信、サプライドロップが来るぞ。パクっていく。いただきまーす。ビューン。ゾンビだらけだね、この世界は。あそこもゾンビか。漁られてないんじゃない？漁られてますね。釣られてますね。どこら辺行きますか。ちょっと射撃場寄ってみていいかな。めっちゃ撃たれてるけど、まあ来てるよな。あ、いるじゃん。めっちゃ来てるやん。あのトラックに着地するっていうのもありだな。止まってんな。ちょっとあいつはやっちゃう。まあいいや、サプライでも取っちゃおうか、この流れで。ヘリを置いてくるっていうのどうかな。いないいない。通知する、さらなる崩壊が予想される。てか、漁られた後か。それは痛いわ。お、漁られてないね。よっとぜ。何やってんの？ちょっとやめて。4枚。ストックつけといて、ですね。包帯がこんないらないかな。弾。なんだっけ？ 4 倍か。4倍っていらないよな。屋上行きまーす。ほんと一死んだら終わりだからね。開始30秒で死ぬことあるしな、これ。いや、慎重に行かないとマジで怖っ。縁はここら辺なんだよな。ここでちょっとこもっちゃう。4倍拾っとこうかな。4枚拾っとこう。拾えないのね。なるほど。4枚ちゃうよ。4枚は拾うだけ。
あれ2倍どこ行った？報告、サークルの崩壊が始まる。セーフゾーンに向かえ。4倍乗ってたのか最初から、もしかして。え、そんなことある？最初から4倍だったんだ、びっくり。通信、サプライドロップが来るぞ。サプライ来い、カモン。サプライカモン。願掛け願掛け、カモン。わ、来た、本当に来た。嘘でしょ、本当に来たんだけど。え、これは神様のおか、それとも俺のお祈りのおかげか。しかも超地形、これで行かなきゃもう男じゃないよな。いや男じゃないっしょ、これ行かなきゃ。いらん、ランパーツ、 SDM。 あ、そういうことね、そういうことね。そういうことね。なんかいまいちじゃない？ペンダントとかいらねえし。一瞬前にでも巻いとくか。ほい。さてと、ここ漁ったっけ？漁ってないよな。どうする？通知する。さらなる崩壊が予想される。指定されたセーフゾーンに向かえ。若干外れてんな。パラノイア欲しい。何をす、ん？めっちゃ近いやん。通信、サプライドロップが来るぞ。パラノイアつけて。アウェアネス。テッサもつけよう。近いんだよな。サークルの崩壊が始まる。セーフゾーンに向かえ。近いな。4倍だけ取り行くか。え？そこやな。あれはやっとかないとまずいな。
たらん。あれどっちもサップ、どっちもサップだな。どっちもサップか、きついわこれ。どこだあいつだな。危ねえ。通知する、さらなる崩壊が予想される。指定されたセーフゾーンに向かえ。あと11か。そのまままっすぐだもんな。パラノイアついてるからな。あのヘビーアーマーどこ行った？家の中いるかな。グラップルガンで。サークルの崩壊が始まる。セーフゾーンに向かえ。危ね。ああ怖かったマジで。どこだよ。危ねえ。パラノイア反応しよかった最後まで。危なっ。そうでしょ。通信、サプライドロップが来るぞ。危なっ。逃がしてね、お願いだから。あー怖かったマジで。でも大体場所バレちゃってんな。こっちはいないか。こっちもいないな。KNが4倍。どっから撃たれたんだ。いたな。上に1人。いるね。あそこに1人。あれ違うか。通知する、さらなる崩壊が予想される。指定されたセーフゾーンに向かえ。いつどこ行った。だいたいこっちに俺がいるのはバレてんだよな、さっきのやつにね。あと6か。さっきのやつがなくなってくれれば、待ちゃいけるな。いや、一発撮りでドン勝ちしたらかっこいいっしょ、これ。サークルの崩壊が始まる。セーフゾーンに向かえ。前回2位だったし、ここはちょっとさ。いや、マジで。ちょいとちょいと。あの上のやつどうした？ねえな。まだ早い気がすんな動くの。コイラで4倍いらねえのも。来てないね。センサーダートがあったらちょっと終わるな。
大丈夫？マジ大丈夫これ。お？上は？通知する。さらなる崩壊が予想される。怖い。指定されたセーフゾーンに向かえ。影の方がいいか。あと3。報告。サークルの崩壊が始まる。セーフゾーンに向かえ。OK、あと2。こっちがいない。あっち側が怖いな。怖い、マジ怖い。いや、隠れるとこ家ぐらいしかねえのか。いない。どこ行ったんだ。あと2だぞ。通信。大規模な崩壊を観測した。セーフゾーンへの退避を命ずる。マジどこ？下行っちゃうのもあれだな。え、どこにいんだよ。3人。いや、マジか。サークルの崩壊が始まる。セーフゾーンに向かえ。いやー、マジか。緊張する。あ、動いちゃった。円が。いや、上取っとこう。上、みんな同じ考えか。いなくね。近く来た。あと一人。よっしゃ、オッケー。ミッションエリアを確保。よっしゃい。やったぜ、やったぜ。まさか一発目でドン勝ち。やった。うれしい。ラッキー。というわけでね、じゃあ今回はね、もう第一回目でドン勝ちしちゃったらもう意味ないんだけど、毎日ちょっとブラックアウト上げていこうかなと思います。でね、もしよろしければ、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた見てください。ビッグ、いや違う、ボスビッグでした。では皆さん、さようなら。どうもありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。またな。